ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサラです。今回は新型の iPhone の噂をご紹介したいと思います。新型の iPhone というと、今年発売される iPhone は iPhone X と同様のデザインで、大画面モデルがラインナップに加わるっていう噂もありますが、今回ご紹介するのはそういったラインナップについてではなくて、 iPhone のデザイン全体に関する噂です。その噂によると、iPhone X のディスプレイ上部に搭載されている切り欠き部分、ノッチとも呼ばれるこの部分が、今後発売されるモデルでは小さくなるのではという話が出ています。これは言うまでもなく邪魔だからです。Apple もその点は認識しているようで、改善に向けて動いているとのことです。そもそも昨年 iPhone X が登場した際も、専門家の方々はあのノッチはいずれ消えるということを言われていましたが、今回出てきた噂によると、やはりそのノッチ部分はなくなる方向になるようです。ただ今出ている噂は完全になくなるというのではなくて、あくまで小さくなるというものです。このノッチが小さくなった iPhone が発売される時期ですが、どうやら再来年2019年からとなるそうです。先週、今年発売される新型の iPhone、iPhone X Plus とも呼ばれる大画面バージョンの iPhone X のパネル画像がリークしていました。その画像を見る限り、ノッチ部分はこれまで同様かなり大きく取られていましたので、今年ノッチが小さくなった iPhone が発売される可能性は低いと思います。また昨年 iPhone X 発売当初、ノッチ部分に搭載されている顔認証用のセンサーのぶどまりが悪くて、iPhone X を大量に作ることができないっていう問題が発生していました。ノッチ部分を小さくするためには、そういったセンサー類も一から設計し直さないといけないわけですが、そうすると、また、ぶどまりが悪くなって、iPhone の量産に支障をきたすということで、やはり今年ではなくて、2019年からっていう説が有力なようです。ということで、新型の iPhone が発売されるのは、今年の秋の話にはなるんですが、今の段階からかなり噂が出ています。今後も新型の iPhone について何か情報を入手しましたら、こちらのチャンネルにてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録。よろしくお願いします。